9日間ぶっ通し新年特別企画、プロレスリングのは選手レフリーが今年の抱負を半紙に書き初める。新年明けましておめでとうございます。プロレスリングのは原田大輔です。それでは今から、今年2015年の抱負を書きたいと思います。書道だけです。普段字書くときですか？普段左です。この筆だけ、大きい筆だけ右で書きます。どうしてですか？強制的に右でやらされます。書道ちょっとだけやってたんで。今年の目標できました。今年は、再びです。やはりもう一度 GHC のジュニアチャンピオンになるっていう意味合いも込めてますし、今年こそは、ジュニアのシングルの、リーグ戦をやりたいっていう、過去に一度があったっていう話を、僕はしてるので、もう一度やりたいっていう意味も込めて再にしました。そして、再びプロレスリングのは、この団体も、もう一度大きくなるためにも、この漢字を書きました。今年は、再び GHC ジュニアチャンピオンになるためにも、頑張りますので、皆様、今年1年原田大輔の応援よろしくお願いします。新年明けましておめでとう。聞いてたんですよ。気持ちしかないよね。ずっとってたね。そして怒って帰っちゃったんだよ。新年明けましておめでとうございます。プロレスリングナーの福田でございます。誰行くんですか？本年度の抱負ですが、こちらになります。理解で、これはですね、去年神奈川県警さんのキャンペーンに出させていただきました。こちらの振り返り、今年も継続していきたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。